ごでーす。今日の動画はじゃん、こちらリンネルの3月号を買ってきました。お値段が940円で発売日が毎月20日です。ということで本日の付録がリサ・ラーソン4大付録ポーチ&缶ケースセットが付いているということで買ってきました。なんかね、可愛いんだよね、色合いとかも。大注目で開けていきたいと思います。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。日曜日なのでね、ゆっくり休めた方もいるんじゃないでしょうか。しかもね、気候もすごく良くて、なんかね、外に出ても寒くなかった。寒くないことなんてって感じです。すごい久々にあったかかった。ただね、夜はね、やっぱり冷えると思うんですよ、冬なので。なので暖かくして眠ってください。私今日ね、電気毛布を新しくしてみました。信子とかも温めたくて、ちょっと1個じゃね、ちょっと足りないなと思って2つ目を購入しました。電気毛布って結構安いんだよね。安いし暖かいし最高です。ということで開けていきたいと思います。3、2、1、じゃーん。おお、豪華、いっぱい入るね。1つずついきますね。まずこちら、リサ・ラーソンっぽい猫ちゃんのポーチですね。で、裏面は特に何もなくて、でね、こうなんて言うんだろう、生地がわかるかな、このちょっとクッション性がある生地って感じです。で、中を開くと特にポケットなどはついてないんですけど、かわいいね、かわいいポーチ。まず1つ目、そして2つ目はライオンです。ライオンの柄のポーチですね。裏側は特に何もついてなくて、開けるとこんな感じ。私さ、すぐお薬入れっていう頭が浮かんじゃうんだけど、お薬とか入れたいです。かわいい。生地はね、全部一緒、ちょっとクッション性がある感じの生地ですね。リサ・ラーソンっぽいハリネズミですね。ハリネズミの柄のポーチです。裏面は特に何も書いてなくて、丸いポーチになります。これね、コインケースにしてもいいって書いてた。お財布をね、2つ持っていくの嫌じゃないよって方は、今お財布ってちっちゃいじゃないですか。なので、小さいお財布と小銭入れはこっちとかに変えてもいいんじゃないかなって思います。私はね、ちょっとめんどくさいんですよ。めんどくさい、見てびっくりした今、ついてる、こんなのが。めんどくさいので1個に済ませちゃってるんですけど、これに小銭を入れてもいいと思います。かわいい。え、これだけ？このね、2つにはキーホルダーついてなかったです。これだけについてました。そして最後がカンカンですね。カンカンがついてました。開けるとこんな感じ。なんかさ、外でピアスとか外さなきゃいけない時とか、これ1個持ってるとこの中に入れとけば絶対なくさないと思います。うん、鏡にはなりませんでした。でもすごい可愛いよね、これさ。1個にとどまらなすぎてさ、もうすごくない？全部よ、すごいよ。ということで、飲みかけのペットボトルで大きさ検証していこうと思います。まず大きいやつからいくね。じゃんじゃじゃーん。これ入んのかな。あ、入んない、ギリ入んない感じですね。キャップが出ちゃうから入らないけど、例えばさ、ちっちゃいペットボトルなら入るよ、入る。待って、これで入るってことはさ、これ入るかな、ちっちゃいペットボトル。あー、ギリ閉まんない、壊れちゃう。あ、閉まったけど、みんなちょっと真似しないでほしい。ちょっとここ伸びちゃう、伸びちゃう。ギリギリ閉まんないと思ってください。そんぐらいの大きさ、こんな感じね。そして私はコインケースにしたらいいんじゃないかなと思う丸いポーチはちっちゃめですね。どんどんちっちゃくなっていくね。で、カンカンはこのくらいのサイズなので、ピアスとかネックレスとか指輪とかね、外で外さなきゃいけない機会があるときはこちらを持ち歩いたらいいんじゃないかなって思います。たくさんの使い道がありそうなので、気になった方はぜひぜひ店頭でチェックしてみてください。高畑充希さんが美しいもうさ、雑誌見てるとさ、ほんとみんな可愛くってさ、いいなって思いますね。そして次回号の付録紹介をしたいと思います。次回号の付録がじゃん、こちら、アーバンリサーチドアーズのコーデュロイキャンバスベーシックを極めたトート&ポーチが付いているということで、めっちゃ可愛い。これ
やっぱトート&ポーチとかにしないといけないのかなってぐらい、もうトートだけでさめちゃくちゃ可愛いんですけど、まあでも大いに私は越したことがないんですけど、トートバッグもねどのくらいの大きさなんだろうっていうのが気になるのでね、次回号もチェックしたいと思います。コーデュロイの巾着ポーチもめっちゃ可愛い。なんか毛糸とか入れてるけどさ、私もういつから毛糸って触ってないだろう次回号のリネルもチェックしたいと思います。付録紹介もすると思うので私のチャンネルもぜひ覗きに来てください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかさ、本当にあったかいと暮らしやすい。もう外が寒すぎる。